最後かしら。じゃあこのガラスを、計算上は、はい、皆さんこんにちは、アルブル木工教室の辻です。内窓を、作っていこうという実践編ということで、実際にそのスタッフの小川くんの家に、内窓をつけるということで、引き戸と折れ戸を作って、でその取り付けまでというのを紹介したいと思って、連載という形で、やってます。で、以前、その設計という形で、その考え方ですね、敷居と鴨居、それぞれ、その引き戸と折れ戸で違います。で、その考え方というのをご説明させていただきまして、でその図面をもとに、材料の方を、切り出してきました。まあ、丸ノコでなかなかそれをやろうとすると結構大変です。でやっぱりまあそのホームセンターの、カットサービスなどを使って、材料の方を準備してもらえればなというふうに思います。で、折れ戸に関してだけの材料で言ったらこれという形になります。4つですね、4つの具材に分かれてます。1つは敷居、鴨居で、もう1つは本体のフロント部分、もう1つは本体の後ろ部分、それと桟という形になります。で、そのガラスや、アクリルを抑える紐という材料についてはちょっとまた後で、その余った材料などを使っていこうと思うので、とりあえずここには含まれてません。はい、ということで、ざっと結構こうやってみるとかなり多いんですけれども、折戸の場合は4枚の扉を、作ろうと思ってますので、まあ、これぐらいの分量になるかなというところです。それではですね、この7枚の、部材をこういう形で、留め付けていきます。で折戸の場合はここの部分を、そのレールが走るというような形ですね。で、まあ、さっき、以前話したように、溝を掘るっていうのが、まあ、初めのうちは大変だと思います。トリマーがある方はここピーッと掘ったらいいんですけど、それがないうちというのはこういうふうに、まあ、材料を、段差をつけて剥ぎ合わせることによって、作ってやったらいいかなということでこういう方法をとってます。ちょっとまどろっこしいんですけれども、まあ、それでやっていきましょう。いざ敷居鴨居を取り付けた時に、ビスの頭が見えて汚くなります。なのでどうせ後からかぶさって見えなくなるので、後ろ側からビスで留めてやりましょう。それではですね、こういう形で、今全部留め付けてできました。で、まあ、多少段差がある場合は、サンドペーパーなどで、削って、段差を揃えておいた方がいいと思います。それで、こういう形で敷居と鴨居が出来上がりました。こういうふうに重なりますね。厳密にピタッと合わせて、貼り合わせるというのはすごい難しいことです。なので貼り合わせた後でカットします。で僕らが、今回、窓枠に合わせてカットしたい寸法というのは1728ですね。なのでまずは、端を切って一回ここを平らにしてやってから、ここから1728という形にしてやろうと思います。はい、こういう形で、切り落とすことができました。じゃあここから測って1728ですね。でここが1728の印なので、ここに合わせてもう一回線を引いてやります。はい、こういう形で切れました。はい、こういう形でどちらも同じ寸法に切れました。はい、それではですね、敷居と鴨居が出来上がりました。で今度は側板を準備しておきます。この側板に関してはもうホームセンターでその決められた寸法にカットしておいてもらうというのが一番いいかと思います。こういう形で、これをですね、こういうふうに敷居と鴨居で挟んでやるというふうに、一応考えてます。もしかすると現場でその調整するときが難しいかもしれません。なのであくまでちょっと仮に入れてみたりして、もうこれでいけるっていうことが分かった時点で初めてボンドをつけてください。今回はちょっと現場調整もしたいのでビスだけでちょっといこうかなというふうに思います。はい、3点目です。
はい、さあこういう形で、フレームが出来上がりましたね。まあ、これをこれにちょっとその折れ戸などを合わせて調整して、でいざもしかしたら一回これ現場で解体するかもしれないんですけれども、まあ、この状態でいろいろちょっとチェックをしていこうという形で一つまず出来上がりました。はい、じゃあ、別の動画でも説明したんですけれども、その窓枠を組んでいきます。これは引き戸の方ですね。でまずは、前表側に来る方を、組んでいきます。表側に来る方というのはこの幅が広い方ですね。表側に来る方は、縦勝ちになりますので、まずこの横の部材にボンドを塗って、でまんべんなく伸ばしてやる。で、こんな形で止めてやると。はい、こんな形ですね。で、その時にここがピタッと揃うようにしておいてあげてください。はい、じゃあこういう形で、フレーム、表側ですねがこういう形で組めました。はい、じゃあ、同じように、後ろ側に来る方も組んであげます。で、後ろ側に来る方は、今度は横勝ちになります。それが注意点ですね。という形で横勝ちになります。はい、じゃあ早速また同じようにやっていきます。はい、ということで、この幅の広い表の方と裏に来る部材が2つこういう形で縦勝ちと横勝ちでそれぞれ、作れました。で、片側しかタッカーで止めてないので、これをひっくり返して止めていきます。こういう形ですね。こういう形で段差ができるように止めてやるという形になります。なので今はこの後ろ側裏側のタッカーのある面にボンドを塗っていってやります。はい、じゃあボンドはこういう形で、できるだけまんべんなく薄くてもいいので、伸ばしてください。じゃあこれを裏を向けて貼り合わせていきます。でこの時の注意点、一応図面では、敷きの溝が、3ミリ、カモに入る方が6ミリということで算段しました、ですのでこれが、敷きの上、カモに来る方ですね。これを今私はここの段差を6ミリ見てます。6ミリの突起を作ってあげたいので、こういうふうに6ミリを測ってずらして乗っけてあげます。こういう形ですね。はい、で6ミリをずらすと、理論上ここが、段差が13ミリという形になります。こちらの、下敷居に来る方は今度はこの3段だと3ミリになっているはずです。はい、で反対側というか、こちらの、紐が入る方が13ミリですね。はい、これが設計の計画通りになっているので、もうこのまま止めていきます。こういう形で確認しながらやっていくといいと思います。この時にねじれると扉がきっちり最後まで閉まらなかったりします。じゃあこれでまた同じように止めていきます。はい、じゃあここにしましょう。はい、はい、では折れ戸の方ですね。折れ戸の方が、こういう形で表裏また段差がついてます。で今度は、その折れ戸は、その敷き鴨居の溝は関係ないので、ここの端っこがぴったりと揃うように、どちらも上も下もつけていただいて大丈夫です。はい、では、まずこれが、引き戸の横の部材ですね。で、
はい、それではですね、こういう形で縦算に、3列と横算にそれぞれ1列ずつこういう形で合い書きができました。はい、でこれを今度はめ込んでいってやると、ちょっとはめ代を少しきつめに設定してます。結構柔らかいので逆に木の方がそのきつさに、順応してちょっときつめでもうこういう形で入ってくれます。はい、これでしっかり止まってますね。はい、でこういう形で、3列ですね、はまりました。じゃあこれがですね、一のりにこういう風に入る形になります。で、これを接着、していくときには一応ここ端っこの方にきちっとボンドを入れて、止めてあげた方がいいと思います。で、これ裏表別にどっちでもいいんですけど、まあ、前から見たときにスーッと一本縦が通っていた方が綺麗かなと思うので、後ろの方がこう取れる形に、なってますね。はい、ではこういう形で留め付きました。3が入ることでより頑丈になりますね。前から見るとこういう形で綺麗に出来上がってます。はい、でじゃあ今度はこれに対して後ろにそのガラスを分ける3をつけてやるというような形にします。はい、でそのガラスにつけてやる3は、ホームセンターで切ってきてもらってもいいんですけれども、まあ、細い部材、家で横を切るっていうのは簡単な作業なので、例えばまあこの原寸に合わせて切っていくっていうのでもありかと思います。はい、それではこういう形で今度は後ろの3を、合い書きですね、したものを止めていってあげます。はい、で、この時にまあちょっとずれたりするともしかしたらそのガラスが入らなくなる可能性もあるので、できるだけまあこうセンターをきちんと通るようにしてあげてください。一応まあボンドは、つけておいた方がいいと思います。はい、でこれが、ガラスですね。ちょっと動画だと見づらいかもしれません。ですね、ガラス、アクリル、ポリカーボネートとか、ハーモニカボード、いろんな、まあ、材料を入れることができます。で、まあ、ガラスの、欠点は、まあ、割れるというところでもやっぱり質感とかで、ホコリがつきづらかったり、アクリルに比べてですね、そういった形で、まあ一般的にガラスの方が綺麗かなと思って今回ガラスにしてます。で、アクリルはパネル層などで切ってもらうことができるので、例えばそのサイズ調整を最終的に自分でしたいときなどというのは、アクリルとかの方がいいと思います。で、そうですね、ガラスっていうのは、まあ、ガラス屋さん、近所のガラス屋さんに、切ってもらうとか、やっぱりそういう形で、きちっとした寸法に、合わせないとダメなので、なかなか、まあ、確かにちょっと使い勝手は悪いかなというふうに感じるんですけれども、まあ、そこは好みに応じて、選んでいただければと思います。じゃあこのガラスを、計算上は、入るはずなんですけれども、一応この周りに3ミリぐらい、余裕を見て切ってもらってます。だから多少の誤差があっても入るはずですね。入った。はい、でもうほんとあと寸前で入らないとかいう時もあると思います。そういう時はまあサンドペーパーで削ったり、してあげたら、まあ、入るかなと思います。はい、じゃあこういう形で、一度その窓枠ができて、3本入れて、ガラスやそのアクリルが入ることが分かったら、塗装を、しなきゃダメなんですけど、その塗装の、前にガラスを入れてしまうとそのマスキングがすごい大変になるので、ガラスやアクリルを入れる前に、一度もろもろの確認をしておきます。それで今用意したのがこういう形の、窓枠ですね、に、この、今これは引き戸になるんですけれども、ここの、鴨居に入る溝と、
下の敷居に入る溝というのがしっかりここに入るかっていうのを一回ちょっとチェックしたいと思います。でおそらく、その設計上は、入る予定になっているんですけれども、まあ、こういう形 できつい場合はちょっとどこかを削ったりという形になると思います。で僕らはカンナを使って、削ったりすることができるんですけれども、カンナをまあそのご自宅にお持ちじゃない方もいると思います。そういう方はサンドペーパーだったり、まあちょっとノコギリで切ったりとかそういう調整になりますね。はい、で肥料はやっぱりこういうふうに斜めに入れて入れ込んでやらないといけないので、今これは思いっきり上にカモイに入れ込んでいる状態です。そこから溝に合わせて手を離すとこういう形で、きちんと止まりますね。まあ、こういうふうに作っていく過程の中でなかなか、まあ誤差っていうのでぴったり合わないことも出てくるかもしれないんですけれども、まあ、一応は、こういう形で取り付けて、入りますよということが確認できました。はい、それではですね、そのガラスやアクリルを入れる前に塗装するということで、この上から塗ってやろうと思います。はい、まあ、いかんせんこのパルカタっていうのは結構空気を含んでいてその柔らかいのですごい塗料を吸います。なので、まあ、ちょっと経済的に行くのであればバトコオイルなどで、まあ、ちょっとちまちま塗っていくような形でいいかなと思います。じゃあもう早速塗っていきます。で、塗るときには基本僕らは家具全般裏から塗ります。というのはまあその失敗したときなどに、まあ、裏だったらまあ見えない目立たないっていうのもあったりするので、まず裏でなんとなくこう広い面積を塗ってみて、やっぱり塗料もその塗ってみないとイメージっていうのがなかなかできないので、まずはこう広い面積を塗ってみてから、じゃあこの色で良かったのかどうかということをチェックして、で実際に表の方を塗っていくというような形になりますね。
もらうと分かるように、まあ、こうこっちを押すと。